まった？録画してる？マイク OK？ 声出てますか皆さん、お久しぶりです。約1ヶ月ぶりの秋のおしゃべりが始まりました。今日は奇跡的に31分です。少しずつメイクを落とすそうです。いや今日はあんまり濃くないから全然大丈夫で、落としても変わらんのちゃうかな。それよりもなんか肌がずっと今日乾燥してるっぽいし、ずっとこうやって触ってんねんけど、髪の毛の痛み具合がめっちゃ気になってるっていう、そんな日です。今日は52回か、52回やって、早いような、もう今ちょっと秋とおしゃべりがお休みになってるので1ヶ月に1回の配信だけになってるんですけど、これからまたちょこちょこ変わると思います。秋のつぶやきじゃんって、なんでなん、あれ、うち秋とおしゃべりって言った、あ、じゃあじゃあ今秋とおしゃべりはお休みって言って、じゃあのりさんにメイクするらしいですやって。絶対おかしなる。それをオープンに出しとこか、代わりにしようか、私がちょっと操作は、まあ、できへんけど。やってるふりして、で代わりに喋ってもらおうか。うん、はい、カメラが切り替わりました。先日2月20日なんですけど、のりさんと一緒に松山、愛媛の松山にある用事で行ってきたんですけど、片道だいたい5時間半、ご飯食べるのに休憩したりするから5時間半ぐらいで着きます。車ちょっと飛ばしとったら多分4時間ぐらいで着くんかもしれへんけど、さすがにちょっとずっと乗りっぱは大変やからね。で行きはほんまは行きか帰りかどっちかうどんを食べようと思ってたんですけど、結局行きはラーメンになって、なんか徳島入ったんよ。徳島の名物のラーメン食べて、で帰りはそば、かずらそばっていう、なんかかずら橋をイメージしたおそばがあって、それを食べて、結局うどんは食べれずじまいで終わりました。そうそう。で、あと向こうついて、まあ、観光もせずに一瞬で帰ってきたんですけど、そう、大阪からでも5時間かかるんですねって。そうなんですよ。まあまあ、休憩の時間次第ですけどね。でも1回だけやから、ちょっとですよ。うん、そうそう、うん、結構すぐ出たから、助手席でぐっすり寝てたんでしょ、あきさん。いや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 、全然、行きは多分10分ぐらい出たけど、帰りはずっと起きとったからね。寝よう思ってたけど、のりさんがずっと横で喋ってるから全然寝られへんかった。で、あ、そう、なんか変わった電車があった。何だっけ、予算車、ノリさんと通っとって、予電、あれは何やなんやろ、 JR なんかな。いやでも JR こっちにあるしな、じゃあ JR がこっち走ってるから JR じゃないな、何やろうなって言っとって、でその後教えてもらったんが、その伊予鉄っていう、大阪には通ってないちょっと珍しい、何なん、お電車やった。あとは、あと何があったかな、会話の相手も大変ですねって。そうなんです、私やろ。のりさんに言うてんの、どっちに言うてんの。ずっと喋っとったからな、ほんまに5時間は長いで、座ってるかこんな感じやし。いやリラックスしてへんしてへん、もうカチカチでおったからな。あとはでもなんかそこで有名なんて何やったっけ、銭湯、温泉、
ほんまは有名やった坊っちゃん、そう坊っちゃんに出てくるお風呂屋さんが有名やったらしくって、またいつか松山に行くことがあったら寄ってきたいと思います。それぐらいかな。で、大鳴門橋綺麗やったね。反省みたい。ともさんがヘもかけないねって。わからんで。してたかもしれへんで。あ、ほら、見て、ばんちゃん。5時間ものりさんのダジャレの相手は大変って。いや大丈夫、言うてるかもしれへんけど、もう私の耳に届けへんくなってるから流れていってます、綺麗に。で2月6日に、東大阪にある河内 AY 駅にあるエレキの店っていうところに行ってきました。これは散策で録画も撮ってるんですよ。でもうスペップファンの方にも載ってるんですけど、そこのオーナーさんにインタビューをするっていうので頑張ってちょっと聞いてました。でそこは一応ライブができるので、そんな大きいところじゃないんですけど、25人ぐらいが入るところなんで、まあなんか仲良くライブをするところじゃあなんか、お客さんとその歌う人が一体化してなんか楽しくライブできたらいいなっていうお店でした。で今まではずっと深いにあるバー松の明かりだけあったんで、そこでもスペップのライブができたらいいなと思ってちょっと訪問してきました。またそのうち次はこっちですっていうことになるかもしれないんで。電車も便利やったよね。難波から12分。うん。難波から12分。のりさん一人で運転したんですか？すごいな。そうやね。私免許持ってへんから。運転できへんねん。持ってても用ならしい。せやな。なあ、運転できる人がな、二人おったら楽なんやろうけどな。無理だわ。運転してみたいけどな。そう、難波のところからも、一本やったっけ、近鉄の奈良線で一本やったんで、結構道的にも便利でした。うん。で中に入ったらとりあえず周りが 見たくなるよ。のりさんが今エレキスの店って貼ってくれてるんやけど、オールティーでもね、そう、周りのジャケット人がいっぱい貼ってんのもすごいし、あ、その中でなんか多分これインタビューの中で言ってるかもしれんけど、結構プレミアのある CD ジャケットのコピーがあるから、それを見てください。あー、のぼさんありがとうございます。エレキの店 Facebook ページってありがとうございます。本物のやつじゃなくって、それを集めてる人のをコピーさせてもらってお店に貼り付けてるんやって。でもさ、そのレアなやつがほんまに結構いい値段するんよ。めっちゃ昔350円ぐらいらしいねんけど、もう 何倍じゃないな、何十倍何百倍って言ったらいいかな、分からへんけど、結構な値段の跳ね上がってるのがあって、最初間違えてるんかなとか冗談で言ってるんかなと思ったけど、びっくりした。それを実際に持ってる人がおるんやもんね。すごいよね。しかもなんか綺麗かったよ。汚れたりとかもしてなくって、普通にその時の状態のまま置いてあった。中で買ってかけてる CD は懐かしいけどね。うん、そうそう、そのオーナーさんが有線とかじゃなくて持ってる CD の中で選んで流してるから、まあ、その時のオーナーさんの気分やね今日はこんな気分なんやなっていうのを思って聞いてくれたらいいと思う。なかなか面白そうなお店ですねって。そうなんよ、なんかね、降りやすいよ。椅子買ってソファーで、ソファーやったコーナー、あー一箇所な、片っぽね。うん、まあでもそこ埋まってたら残り違うからな。あとは
お店の人が面白い、マスターさんじゃん。オーナーさんが喋りやすい。あ、コット一人やってたっけ。奥さんも手伝いに行ってる。基本一人でいてはるんやな。でもあの場所が分かりやすいんやけど分かりにくいみたいで、あの簡単なんよ、めっちゃ。ほんまここ行ってここ行ったらいいよみたいな感じやねんけど、昼はまだ分かりやすかった。でも晩になったら景色がちょっと違うみたいで迷う人が多いねんって。全然分かれへんかったって言われるから、伝え方がな難しいよな。でもこういうしかないよなっていうだけやから、うん、その録画を聞いてちょっと行ってみてください。私も明るい時にしか行ってないから分かれへんかもせん。まあ方向音痴やしね、明るくても無理かもせんけど、うん、ほんでそれはそれね、終わりね。街の明かりが10周年を迎えまして、もう去年の結構後半10月11月ぐらいからちょこちょこ言い出して、もう年明けぐらいにはめちゃめちゃ毎週配信してないな、まあこういう配信があったらしょっちゅう言ってたぐらいめっちゃ宣伝してたやつなんですけど、2月の14日15日があの松のバー松の明かり10周年記念ライブっていうので、あ、了解です。パンちゃんすいません、ちょっと脱衣所のフロアクッションのハンバーガーって、いやさっきなんか書いてあったね。写真見たよ。わかった、ありがとう、頑張ってきて頑張ってきて。ほんまに変わった離脱の仕方やわ。脱衣所のフロアクッションの半分あって、半分やからね。衣替えにしてはでかすぎるな。で、そうそう、その時の様子があの YouTube で流そうと思っているので、もうちょっとお待ちください。何曲かだけなんですけどアップできると思います。で、私があのその日14日はあの北川雅美さんやったんで MC はしないんですけど、15日のアンティークさんの時に MC をさせてもらって、それはもう録画で見れるらしいです。あ、めじろさん、あきちゃんこんにちは、久しぶりですね。お久しぶりです、どうも。ついに52回目ですよ今日。そうで、またペップファンとかにもその時の写真とか動画を載せるので、載せる予定なのでぜひ見てください。面白かったな。なんかアンティークさんは初めて聞いたんよ。北川さんの時は私は行かれへんかってんけど、なんかねめっちゃ綺麗な人の2人組でキーボードとボーカルの人でするんやけど、うん、イメージがなんかさ、服とかも普通に私服で着て、中で着替えてそういうステージ衣装じゃないけど私服じゃないよ。え、すごいよ、お揃い。そうやな、あの写真 CD のその時のこれなんていうの、チラシがあるんやけど、まあ、この服ではなかったよな。ちょっと服忘れてきた。この服ではなかったはずやねんけど、こういう二人組なんです。見えてる？平川さんですと、じゃあ今もチラシ見せたから、さっきアンティークさんから見せれば、15日にあった。じゃん。こういう CD です。この CD には今6曲入ってるんですよ。私が一番好きなのは5番。愛媛の松山に行くときも何回か5番を気に入ってかけてて、今はあの歌をダウンロードして聴いてます。Just Missed the Train っていう
誰の歌か分からへんけどなんか女の人の歌やった。女の人が歌ってる。いいよこれ。もうあのライブの時に流したんですけど、これを歌った時の周りの空気が違うかった。多分一番良かった勝手に言ってるけど。で、14日の北川雅美さんの CD はこんな感じです。面白いね。でこれが表やねんけど、裏がこんな感じになってん。ギターと一体化してんの。うん、気づいてんかったちょっとお尻が慣れてるみたい。いや、うん、思えへんかなギターやな。ほら見たことなかったわ。うん、いや、ちゃんと見ようよ北川さんの浪曲入ってるんかな。うん、なんか中もすごいおしゃれな感じになってます。こんな感じです。うん、綺麗で、ね、これはそんだけやったかな。また後でも言うんですけど、まだ MC どうでしたか。 MC はあんまり覚えてないねんな。今回サラサラ1回目の時はあのゆうちゃんのライブやってんけど、あの時はなんなんやろ、その MC のイメージが強すぎて無理やってなってたけど、あ、熊市さんチワンスってのりさんに言ってんで、 ありがとうございます。え、のりさんの方にはまだ出てないらしいです。なんかそう、その時はイメージがでかすぎて、でもやってみたらなんか普通にみんな笑ってくれるし聞いてるし、なんか突っ込んでくれたりとかするから、まあそういうもんなんかなっていうので。でも2回目もあの覚えなあかんっていうセリフじゃないけどさ、こういういっぱいあんねやんか。で基本を覚えてたらいけるんやけど、その基本すら全然知らんから、全部をもうとりあえず丸暗記して、でそっからこういう風に言おうとかをちょっと変えて、うん、 MC っていうより喋ってる人っていう感じでやってた。どうもって、なんかあの皆さんこんにちは、今日もありがとうございますみたいなのは無理やから、よく覚えてたわ。そう、まだ楽に喋ったかな。大体内容喋ってたか。うん、やね。でものりさんの書いてくれたさやつやったらさ、私の言葉になれへんやとか、ちょっと変えたけど、喋り方がさやっぱ違うからあっちゃんこんにちはって、ありがとうございます。くまちゃんかわいい。え、うちのくまちゃんもうボロボロや。で、何やったっけ、今何の話しとったっけ。そう、 MC はとりあえず2回目で、3月になったら2回またあるからいけるんかな。でもその3回目のはちょっと違うね、今までのと場所も違うし、どういう感じでするかが想像まだできてなくって、まあなんとかなるでしょうって思って行ったらいいかなと思って。だってさ、ほんまのちゃんとした MC さんを呼ぶつもりやったけど、代わりに私やったらめっちゃ嫌やけど、もともとあの松屋家の店長さんが喋るつもりやったのが私になっただけやから大丈夫かなと思ってはい、みじゃんさん素晴らしい MC でしたよって、ありがとうございます。ほんまに助かりましたはい、みじゃんさん前らへんで見てくれとったもんね。アンティークさんと写った写真ね、目つむってるからごめん。のじさんがアンティークさんとしゃべってるやつ写真撮ったやつ、あのハイビジョンさんがちょっと目をつぶってるらしくてごめんって言っといてって言ってましたまだ私も見てないんです、実は。どんな感じなのね。アンティークさんはなんかほんまにずっと笑ってるイメージがある、歌ってる時は。うん、梶川陽子ちゃんの方がね、いつも笑ってる。
あのボーカルの人やんな、うん、うん、ずっと笑ってる、ほんまにずっと笑ってるんよ、すごいからね。でもなんか口を見たらこの人は普段から笑ってる人なんかなとか、今笑ってるだけなんかなとか、なんとなく出る。だから最近人の口元をよく見ることにしてん、ね、電車の中とかでも今日も見とってんけど、この人の口は綺麗なとか、まあ、観察することも大事。そうそうそう、そんなんを見てる。でも人間観察は昔の方が好きやったけど、なんか10代の時は異常に人間観察してた。街中座って普通にこうやって見とってちょっと怪しい人みたいになってたからな。いやでもなんかいろんどういう服を着てるんかなとか、この服着たいけどどういう着方したらいいか分かれへんっていう時は街の女の子を見ると大概分かる。最近みんなぐちゃぐちゃやからな、もう当てにせえへんけど、うん、服屋のお姉さんに聞いたしな、とりあえず教えてくれるからな。で、そう褒めてくれてんねん、よかった。まああれが今までで一番良かったって言われることがないようにしんとね。2回目の方が一番良かった。あ、まあそんななポン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 無理やで。とりあえずどういうのが私に合ってるんかなっていうのをやってみようと思ってんねん。今日なんか20歳の女の子がさ、テレビで司会をやってたんやんか。まあ一人でじゃないねんけど、二人でやってて、そのうちの一人やねんけど、めっちゃしっかりした喋り方をしてんのよ。もともと他でもなんか喋る仕事をやってるんやけど、すごいなってちょっと思って。ほんで年20歳ってなんか成人式の話しとったから、あ、早番ちゃんもう半分できたん、早くない？ありがとうございます。ちょっとびっくりした。もっと時間が何時間もかけてやるんかな。まさかのやった。そうだからとりあえずなんかそういうのを見習ってやりつつ、でもなんかそんな堅苦しいのは好きじゃないから、今喋ってるみたいなんも入れつつっていう研究していこう。堅くなる。そうそうそう、硬くなってもな、そんなに堅苦しいライブとかじゃないからさ、いや、あの柔らかいノートにしていくことも大事。うん、あきちゃん遠目だけど口元特にエクボが可愛い。エクボな出てないんだな。私エクボないんだけどな、おかしいな。でも前一回出とった時あった、出そう思って。エクボ作りたいな、作りたいな、よしって思ったらできた。どっちかやったか、どっちかは忘れたけど片っぽできた。でもなんか、うん、もういいやって思ったから元に戻した。変やろ、変わっていくねん顔が勝手に。でね、その鈴木ゆいちゃんのライブが3月の末、3月29日に、またこれはバー町の明かりなんですけど、第2弾のライブがあります。結構久しぶり、1年ぶり、もう1年経つらしいんですけど、前回ライブしてから1年経つみたいです。でね、あのその時にいつもゆいちゃんは一人でピアノを弾いてやるんですけど、ギターの松浦翔吾くんっていう、こう、私同い年やったか私下やったかちょっと忘れたけど同い年ぐらいなんかな、の人があのサポートして入ってくれてたのよ。でその子がまた一緒にゆいちゃんと演奏することになったので、ほんまにパート2っていう感じ。3月29日の7時30分、19時30分からライブが始まりますので、その時もまたもう第4回目の MC になってるわ。3回目は後で言うから。えあすごい、来客でした。サイト着席して、あ、お疲れ様。バンちゃんなんかあれやね、家の中でめちゃめちゃ動いてない？大丈夫？なんか今すごいバタバタしてるの想像してしまう。そうそうそう。なんだっけ、なイーブ、そう、4回目の MC をしますって言うててな。
か飛んだっけ。せやな、うん、大丈夫やな。3月29日やからあと約あ1ヶ月後や。ほんまにちょうど1ヶ月後ぐらいに。ら早いな。まあ、でも1年ぶりやんだからね、ゆうちゃん、うん、ゆうたな、うん、またゆうちゃん、ゆうちゃんに会えるってのりさんが喜んでおりますなんです、まあ、そのにやけた顔を見に来るのもよし、ゆうちゃんの歌をちゃんと聞きに来るのもよし。なのでまたぜひライブを聞きに来てください。これはまた募集どうやってするの、のりさん。のりさんに言ってもらったね。また載せますので遊びに来てください。で第3回目の MC 日にちがちょっと逆になってるんですけど、ゆいちゃんつながりでさっきゆいちゃんの方言うてんな。3月16日はバー町の明かり10周年記念ライブはもう終わったんですけど、次記念パーティーの方が残ってまして、グランフロントのね 4W っていうサントリーのお店があるんですけど、そこで立食形式のパーティーがあります。で値段が8000円なんですけども、まあ、食べ物もありの飲み物もフリードリンクなので、まあどんだけ飲んでもいいと思います。で梅谷陽子さんっていうシンガーソングライターの方がそこでライブをしてくださるので、なんかね、そう、まだどういう場所か見てないから分かれへんけど、すごい楽しいパーティーになるんじゃないかなと思っております。私も飲もう飲むか、それ飲む飲む。いや、なんかどう、何があんねやろな。 4W やってサントリーのお酒が置いてあるってことかな。そうそう、何があるんやろ。パンパターって。え？そこに塗ってなかった。どこに？ああ、はいはいはい。家事手伝い主婦の自営業者でさ、いろいろやらなあかんねんな。ほんまに。家のこともしなあかんし、魚も捕まえなあかんし。忙しい。グランフロントの、このりさんがこのパンフレットをもらってきたんですけど、ちょっと待ってや。見てみよう。無理だ私違うのを探しとって、さっきどこに乗ってるか全然見てへんから、南館とかもあんねんけど、すごい北館めっちゃ広いんよ。待ってや、南館、北館の何階？2階、2階、うん、北館の2階やったらおん 4W ってどこにあんの。あ、あー、わかった。私4に W かと思ったけど、ほんまに W が3つにドットが1個に W やわ。 4W ほらな、のごさんもそう書いてるやんか。 4W って大きなお店だよって。そう、そこで立食パーティーをするんですよ。のごさん釣りは全然行ってないよ、とほほってせやな、釣り行ったらまた変えて、違うやつと変えて写真で動かしてなちっちゃかったらどんなやつ。そう、ちっちゃかったら多分もう乗せられへんからこうやってやとかペタンって貼り付けとかなんかそれはそれで面白いからいいけどな面白そう。乗ってるんやけど 4W 乗ってるだけやわ。のりさん、サントリーウイスキーハウス、ね、別にお店の紹介がないな、これは。タルやんけん、タル、うん、酒でるとウイスキーのタルね。ウイスキーウイスキーだけなん？でボトルがブワー並んでる。なん？いや、いろいろあると思うけどな、サントリーの。うん。いや、なウイスキーだけやったら、だってそんなウイスキー飲み放題飲まれへんて。無理やって。え？そんなにな、ウイスキー結構うちほんま多分2、3杯飲んだら酔っ払いになってるで。これ？からぜひ違うのも置いといてほしいです。なんかさ、めちゃめちゃあんねん。あんた知かえねんか。いや、せやけど。飲めるんも飲まへんかったら、ね。しっかり司会しときや、私は。しっかりサントリーして。そう、変わろうか。私が飲んどくから、飲んだらしっかりしてや。
あきちゃんお姫様抱っこしてピチピチアイコンにしようか。無理やって持たれへんて。それ無理。絶対ちょっとあと10キロぐらい痩せたら考えてくれるかな。もう私今ダイエット途中で諦めてるからな。減ってないね。しかも今日なんか顔めっちゃむくんでるって言われた。ダイエット大きな間違いや。ここのさ、今初めてこういうパンフレット見てんけどさ、めっちゃあんねんけど、いろんなやつが入ってる。まあご飯屋さんとか種類多いのもあるやんか。でもお金を交換する外国のやつと買えるところとかもさっき載っててさ、ちょっとびっくりした。サントリーウイスキーはダルマに限る。何それ、ダルマっていう。オールドサントリーオールド、ダルマっていうお酒の名前やね。分かった、それちょっとあったら飲んでみる。私あんまりウイスキー飲めへんのよね。っていうか未だにウイスキーとブランデーの違い分かるんかな。分からへん。飲み比べしたら全然違うのは分かんねんけど、一個一個飲んだらどっちがどっちか分かれへんぐらいの飲めへん。だからな、それもな、分かるようになりたいねんけどな。とりあえずさっきは私今日本酒をいろんなの飲んでてんねんけど、去年からかずっと私それまで熱燗しか飲まれへんかったのが、ついに冷酒を飲めるようになりまして、そっからやっぱさ、冷酒って美味しいお酒じゃないと嫌やんか。でだんだんちょっと種類を知ってきて、次それと並行してワインの種類も知りて、まあワインはあかんねん、カタカナでいっぱい書けるから名前はなかなかほんまに覚えられへんねんけど、それもちょっとずつ飲んで、どういうのが美味しいとかが分かるようになったらええなーと思って。最近ウイスキーもあんまり売れなくなった。昔はポケットとリスとか飲む人もいたけどね。ポケットとリスっていう種類、ポケットに入れて飲んでたとかじゃなくて、熱燗しか飲めなかった方が珍しい。じゃあね、味とかじゃなくて悪酔い一回だけで飲んだ時にすっごい悪酔いしてんやんか。そっからもう私はあかんねやと思っとったけど、やっぱりなんかいろんなの飲むのんで、そのこの日本酒やったら扱うのもったいないとか言われるから、じゃあ冷酒で飲みますって言って飲み始めたのがきっかけで、あ、いけるわと思って、でそっから今でもな、北雪っていうやつ美味しかった。今私が飲んだ中で結構上位に来る。千里とかあっちの北雪。北雪は新潟のお酒やった。吉野川とかも新潟やんな確か。吉野川この前行ってきて。え？吉野川。どこ？四国。ちゃうちゃう、新潟の。信濃川やちゃう。え？信濃川ちゃう。じゃあ吉野川、吉にこの追い追川の追いののに川っていうやつ。そのあとは、山に桃に、山に桜に桃やったっけな。なんて読むそれ。なんて読む。山に桜の桃。そうそう、山の桜の桃って書いてなんていう読み方すんのやったっけな。カタカナ3文字やって。それも美味しかった。知ってる？バンちゃん。何やったっけ？ポケットトリスやった。ポケットトリス。こんなね、ちょっとね、カーボイ風にね、こう、ラッパ飲みしてポケットトリス？要はカーボイなんかが、トモトモしながら。やってるやってる。やもうカーボイのイメージ初めてついたけどな、その辺の人やったで、うちの中のイメージ。昼間になんかもう飲んでる。ちょっとね、外へ座りながらしてる。そう。危ない人な。そういう感じね。ばあちゃん、以前釣りは石鯛をやっていましたって、目白さんが言ってる。
へえ、海釣りは効果が、効果ちゃうわ、何かが食べられるのでいいですねって、なんか専門用語に入ってきた。あ、こんにちは、マジオカさん、ありがとうございます。遅ればせながら、こんにちは。あかんあかん、あの、うん、その辺がさ言われへんかった。じゃあ私さ、めっちゃ気になってね、気になってなりすぎて、あかん、何やったっけ。そうそう、あの、魔女岡さんね、うん、京橋 TV が有卒デイに紹介されてた。ん、あの、有名が月曜日の有卒デイ、うんうん、おめでとうございます。おめでとうございますって紹介されてましたね。もう聞こえてるわな、絶対な。のりさんの声何やかんや、いつも入ってるから聞こえたかな今の。紹介して、紹介されたんですねって、おめでとうございますって言ってた。なんちゃん、今私携帯で調べたら思ってたのに、それゆすらや、知ってる、あれ初めて飲んだ時、なんかあの北節の後に飲んだから、うんっていう感じやってんけど、これはなんかのハーブでいいかと思っててんけど、飲んでたら美味しくなった。さすがやな。あかん、もう日本酒の話しとったら喋れそうやからやめとくな。んでから、あと言わなあかんことがまだあったはずやねん。もういいか、これは、これもいいや。なんかね、うちも酒井のりさんといろんなところを回るようになってから、ゆすら美味しいよね、回るようになってから、何、酒井のいろんなところを知ってったんですけど、ゆすら余ってる酒を送ってきます。何でも受け付けますよ、残り物でもいいです。美味しいやつやったら全然。さあでもな、そうそう、グランフロントの中で飲んでん、うち、ゆすら、めっちゃ高かった、そこ15日エラ飲まんといて、うん、大丈夫。なんかな、あのな、それそういう値段か知らんけどさ、そこのお店グランフロントの中やから高いんかな、980円だったで、いちご高いやろ、結構な値段になったよ、普通にいろいろ飲んでたら。マジで持ってきて、もう。送ったら 2,3 日かかるから。で、寺やったら、ここは行ってないんや、モズ八幡宮とか阿久地神社とか、その作った人たちの紹介、南州寺とか妙国寺とか他にもいろいろ行ってたんですけど、そういうのが全部載ったね、こういうパンフレットがあって、でこれは関西大学の人たちと、誰、堺市が作ったやつなんですよ。だからここに表紙にも女の子が載ってるし、中でこう食べてたりとか、いろいろ歩いてるのとかも全部関西大学のゼミの人たちが中心になってやったらしい。うん、でな、和菓子で、こういうの、これも知らんかったね、こんだけ種類あるっていうのも、大阪に住んでる私も初めて見たやつばっかりやねんけど、もなかとか、やっぱりお茶の町やから、堺はそういう、そうそう、和菓子がすごい多いのよ、あちこち行って、ちんちん電車沿いとか見とったら分かるんやけど。で、のりさんに一回だけ買ってもらった消し餅っていうのも、おびっくりした。いや、じゃあ消し餅の消しがさ、私 の, 知ってる子も消しっていう名字やねんけど、同じやねん。うん、と思って、それ消し餅が載ってたりとか、あとは千利休が好んだと言われるホクホク屋茶碗を、お茶碗のひっくり返した形にした和菓子、これはなんか何やろ、あんこ、なんか何層にかに分かれてるんやんか、皮があって中に黄色いなんかが入ってて、真ん中にあんこがあって、その上にもう一個なんかがある。でもなんか扱いすぎて分かれんな。まあ、何し4層ぐらいになってるお茶碗を食べれるねん。茶碗食べそうそう、お茶碗の和菓子が食べれんのとか、あとは
日本でも数少ないモナカ専門店やって、名物天領モナカや電車の形をしたチンチン電車モナカ、これはお餅が入ってねてなどは子供さんにも人気ですって。面白いよな、電車モナカ面白い。モナカ専門店で少ないやな。であと私が気になった缶袋やって、一口で昔ながらの味を、餅を編んで包んだくるみ餅、ね、んくるみ餅、くるみ餅が上品な甘さですって。なんか夏やったらかき氷にかけて、あ、食べてなかったか、食べてない。これ通ったら行こう、地方の近くやる、っていう感じで、まだ今言った倍ぐらいの量が載ってます。でマップもちゃんとついてて、こういう感じで分かりやすくなってるはずなんよ。まあ、あの、分かりやすすぎるかな。ほんでこう思い出した、これあの一応若い子向けのマップを作ろうっていうのになって作ったんやって。後ろに書いてあるは、関大生の編集5期。このマップを作るにあたって若者向けのお店を私たち独自で厳選して載せさせていただきました。ご協力いただいた各店舗の方々本当にありがとうございます。すごくない、読めた。読めた、かまんと読めた、すごいすごい。っていう感じで、で、あ、そうやね。で、のりさんが途中で言ってたんやけど、あの QR コードがついてて、これを読み込むとマップ、なんか行きたい場所が決まったら QR コードを読み取って S マッピへアクセスやって、多分出てくるんやでな。うん、で、あと、あの、のりさんが最近ね、梅田のロフト、迷いながら、ものすごく迷いながら着いた梅田のロフトで、無料ライブがあったみたいなんですよ。最初なんかそこ行こうかっていうのを言ってたんやけど、私ものすごく行けない日で、のりさんが行ってきたんやけども、2月23日や。あの、島村楽器。梅田ロフト店っていうところでライブがあって、で、あの、あかねさんっていう人と、若林美樹さんっていう方と、堀のぞみさんの3人が歌ってたみたい。あ、これパート2やったんや。上の方でもなんか日にち違うのであるわ。こういうところにのりさんが行ってきまして、でそこで3人ともの CD を買ってきたらしいです。これはあかねさんっていう、めっちゃね変わった字書くんよ。明日の明日に、あの、アスカのアーとカーを取って音って入れてあかねなんよ。見えてますか、こんな感じの CD です。で2番目に紹介した若林美樹さんはこういう変わったジャケットになってます。なんかね、表紙しか見てなかったけど裏変わってる、なんか絵の具で描いたようなやつだね、模様綺麗。ちなみに QR コードの QR はクイックレスポンスの略。レスポンスって何？クイックはやろ？レスポンスで、こうなんだ、こうやってのりさんがやってんねんけど分かれへんかな。どういう意味ですか？なんとなくはなんか伝わってくるような感じがするけど。明太子のお茶漬け、これあのやっぱ焼いたやつがいいね。明太子の茶漬け食べたことない。パリパリっとこうだ、焦げ目つぶれるよね。へー、次明太子それやってみよう。いつもなんかさ、明太子何したらいいかわからなくて、まあ、パスタにするやろ。で残ったやつはなんか料理屋さんで作ってんのを真似して作ったやつなんだけど、山芋と小麦粉ちょっと入れて混ぜて、それを海苔に乗っけて、一口サイズに乗っけて揚げるね。でそれをタレはどうやって作ってるんか知らへんねんけど、私の中では、あの、餃子のタレに
ラー油を入れた味がするからそれにつけて食べたらめっちゃ美味しかった。あーレスポン、わかった。レスポンスとは反応、返答、返信。クイックレスポンス、ポンってやったら反応するよっていう、ポンってやったら反応するよの略や QR コード。あ、ポンってやったら反応するコード。はぁ、すごい。初めて知った。そうやね。いつもなんかそういうのをさ、略して言うけど、元を全くわからんからね。プリクラぐらいじゃん。プリントクラブって言うの。応援していくよ。そんで、最後の一人、法人、ごめんなさい。堀のぞみちゃんです。ちょっと早く言いすぎた。あ、堀さんはあれ一番多分 CD 入ってるの多いかも。7曲入ってて、さっきの若林さんは5曲入ってて、あかねちゃんも5曲。おー、ほんまや。いい値段するな。1500円やろ。これが2500円やろ。で、これが載ってない。1500円。そうか。2曲増えたもんな。なんかね、かわいいよ。こういうさ、サインついてんねんけどさ、こういうサインが欲しいねんな。そんなんてさ、どのようにして考えてんかな。誰がサインしてくるの。考えてんの自分で。え、嘘、プリントクラブは知らなかったって。マジで。プリクラのことプリントクラブ、違う、逆やわ。プリントクラブをプリクラって言うてるんやけど、ほんま全国共通やと思ってたよ。まあ今はもうプリクラプリクラ。今のコーラでも知らんのんちゃうかな。違い、今のコーラっていうのも嫌やな。年を考えるわ。プリクラのことだったのか。年賀状印刷するあれかと。プリントクラブ。あー、プリント、まあ確かに、うん、そうそう、プリクラのことやった。あれはなんていうの、これは。なんであんな目でかくするわけ。それを多分目をでかくしたいと思ってんのは誰なのな。あれは何、そのセットするわけ、目でかくするとか。セットだな。勝手でナチュラル、勝手にしよるのよ最近のやつだから。前までやったら目のサイズではっきりするとかさ、このくらいとかこのくらいとか選べんねんけど、今のやつはやりすぎるから、もうほんまに最低のところを選択してもちょっと大きいぐらい。もう規則悪いぐらいでかい、うん、宇宙人みたいな手やろ、うん、あれはな、私もよう分からへん。目でかくなったらええって思うとちゃう。うん、そうやねんな。でもそれは私と同い年の5ぐらいやったら誰も言うてへんから、これがいいっていうの、やりすぎっていうのばっかりやから。今のほんまの10代の子なんやろうな。それか10代の子もやりすぎって思ってて、人が寝たりやってるか。化粧せんとやったらいい。そうそうそう、せやな。それをな、それをさ、にしてもほんまにさ、めっちゃ気持ち悪いねんで。会場にしようとしよるからな。だけど、まあ今寝起きでやったらちょうどいいぐらい。せやな、こう目閉じてるところでこのくらいにして、やっとパッチリぐらいに映るかも。で、やし、今のプリクラの機械は、よく映るとかじゃなくて細くなんねん。元のやつより勝手にやで。テレビでやってんの見てん、細くなる機能がついてるらしくって、もう完全に整形の やつみたいな感じやもんな。プリントごっこか、あれ。あー、プリントごっこ聞いたことある。今日暖かい、17度です。そうみたいやね。私はでもその分ちょっと薄着にしてるから、あんまりなると思う。あれでもまあ目を認識するのはすごいけどな。あれ、サメって目や、サメ目になる。え、サメ。誰か通訳。脳みそ半分交換しようかって歌作って。なんかもうできたやん。
今できたやん。あー、これを言ってたんやな。魚の目も撮影するときかな。多分な、あの目って分かったら全部しよるよ。目に識されるときやろ。目の目に なるやつ。でかい魚の目。魚の目じゃないよ。魚の目タコ。ああ魚の目。あーあー、そういう意味か。のりさんが魚の目言うからもうそれか思った。いやもうでも呼んだら魚の目やけどな。魚の目は無理やわ。そこもあの機械に持っていかれへんから。履歴書にそんなプリクラ写真、ああプリクラ写真はるかもいたとか。まあでも教えてもらわれへんかったらやるんやろうな。一番写りいいからな。エンディング、それでは、エンディング。あ、そういや私今日オープニング曲紹介してない。あ、流れてた。エンディングか。うん、エンディング曲は、つぶやきやから歌入りの方やね。明日の夕暮れのまゆみさんの歌詞が入った方を流れます。オープニングはそれのないバージョンでした。あ、違うんか、変えたんか。花びらの頃になりました。はい、どうぞ。52回のつぶやきももうそろそろエンディングで終わろうとしてますけども、しばらく秋とおしゃべりがないのでまた1ヶ月後、あ、違うわ、次はね秋のつぶやきちょっと早いね。20日やったかな、第3木曜日に秋のつぶやき。いつもは基本は第4の最後の週の木曜日に秋のつぶやきってなってるんですけど、3月だけ、あの一番最後の週は鈴木ゆうちゃんのライブがありますので、秋のつぶやきは第3週になります。あきちゃんは CD 作らないのって。いや作るかもしれんよ、あかねかいから。そう、のりさんが作ってくださいます。1000枚分ぐらい。私半分1000枚。1000枚え、ハーモニカ、ほんまにな。あ、水田さんありがとうございました。バイバイって今一瞬さパソコンの方見たらめっちゃ自分の顔アップすぎて怖かった。CD な作りたいねんけどな、とりあえず私今声出えへんのよね全く。だから練習するねん、また気が向いたらな。あの自分で録音しとこうかな。あれでも録音したやつ自分で聞くとめっちゃ悲しくなるで、ああ今ここで音ずれたなとか、ここ声出てないなとか、なんか歌い方変なとか、いろいろ客観視してしまうから、うん、テンションが下がる。面白かったけどな。今もまだどっかに残ってんかな、もう残ってないかな、昔撮ってもらったやつがあったんやけど、どっか行ってしまったかな。私は秋とおしゃべりで仕事をさばり。まんちゃん今の今までで一番うまかった。
うん、ナイスや。上達してるね。褒めてるねんで。うん、いい。セクシー CD でもいいじゃん。いや、もうそんなオーラ全くないからね。なんか変顔にしとくわ、じゃあ。曲も終わったみたいですので、ではそろそろ皆様、録画の皆様になるんか。じゃあありがとうございました。また生放送をよろしくお願いします。アッキーのつぶやきでした。